「リンパー先生」「さてソンバーユー将軍は今やリンパー先生の大玄関を乗り切ってどしどし廊下へ入っていく」「さすがはリンパー病院だ」 どの天井も部屋のとも高さが二畳ぐらいある医者はどこかね見てもらいたい孫将軍は号令したあなたはいったい何ですか馬のまんまで入るとはあんまり乱暴すぎましょう 萌木の長い服を着て頭を沿った一人の弟子が馬の靴輪を捕まえたお前が医者のリンパーか早く我が輩の病気を見ろいいえリンパー先生は向こうの部屋におられますけれども御用が終わりなら 馬からおりていただきたい」「いいやそいつができんのじゃ」「馬からすぐにおりれたらいまごろはもう王様のまえへいってたはずなんじゃ」「はは馬からおりられないそいつは足の硬直だ」 そんならいいですおいでなさい。弟子は向こうの戸を開けた。孫将軍はパカパカと馬を鳴らして入っていった。中には人がいっぱいでその真ん中に先生らしい小さな人が将棋に座り。 しきりに一人の目を見ている「ひとつこっちをたのむのじゃ馬からおりられないでのう」そう将軍はやさしく言ったところがリンパー先生はみむきもしないしうごきもしないやっぱりじっと目を見ている。 おい、君早くこっちをみんか将軍がどなりだしたので病人たちはビクッとしたところが弟子が静かに言った「見るには番がありますからなあなたは十六番で今は六人目ですから」 もう九十人お待ちなさい。黙れ、貴様は吾輩に七十二人待てというか、俺を誰だと考える。北殊将軍、ソンバーユーだ。九万人もの兵隊を町の広場に待たせてある。俺が一人を待つことは、 二千の兵隊が向こうの方で待つことだすぐ見ないなら蹴散らすぞ将軍はもうむちをあげ馬は一息跳ね上がり病人たちは泣きだしたところがリンパー先生はやっぱりびくともしていない 点でこっちを見もしない。その先生の右手から木のあやを着た娘が立って、花瓶に刺した何かの花を一枝取って水につけ、優しく馬につきつけた。馬はパクッとそれを噛み、大きな息を一つしてぺタンと四つ足を折り、 今度はゴーゴーいびきをかいて、首を落として眠ってしまう。孫将軍は孫ついた。あ、馬のやつ、また参ったな。困った、困った、困った。と言って、急いで鎧の隠しから、塩の袋を取り出して、 うに食べさせようとする。「おいおきんかいあんまりなさけないやつだあんなにひどくなんにしてやっとみやこにかえってくるとすぐきがゆるんでしぬなんてぜんたいどういうかんがえなのかこらおきんかいおきんかいしふうどう おい、この塩をほんの一口食べんかい。それでも馬はやっぱりぐうぐう眠っている。孫将軍はとうとう泣いた。おい、君、わしはとにかくに馬だけどうか見てくれたまえ。こいつは北の国境で、 30年も働いたのだ娘は黙って笑っていたがこの時リンパー先生がいきなりこっちを振り向いてまるで将軍の胸底から馬の頭も見通すような鋭い目をして静かに言った。 まは間もなく治ります。あなたの病気を調べるために馬を座らせただけです。あなたはそれで向こうの方で何か病気をしましたかいいや病気はしなかった。病気は別にしなかったが狐のためにだまされてどうも時々困ったじゃ。 それはどういうふうですか向こうの狐はいかんのじゃ。十万近い軍勢をただ一んに騙すんじゃ。夜にたくさん火をともしたり、昼まいきなり砂漠の上に大きな海をこしらえて、城や何かも出したりする。まったくたちが悪いんじゃ。 それを狐がしますのですかキとそれから鎖骨じゃねえ。鎖骨というて鳥なんじゃ。こいつは人のおらないときは高いところを飛んでいて誰かを見ると試しに来る。馬の尻尾を抜いたりね。目を狙ったりするもんでこいつが出たら もう馬はガタガタ震えてよう歩かんねそんならいっぺんだまされると何日ぐらいでよくなりますかまあ4日じゃね5日の時もあるようじゃそれであなたは今までに 何べんぐらいだまされましたごく少なくて十ペんじゃろう。それではお尋ねいたします。百と百とを加えると答えはいくらになりますか百八十じゃ。 それでは200と200でははと「さよう360だろう」そんならもう一つ伺いますが「10の2倍は何ほどですか?」「それはもちろん18じゃ」 なるほどすっかりわかりましたあなたは今でもまだ少し砂漠のために疲れていますつまり10%ですそれでは直してあげましょうパー先生は両手を振って弟子に支度を言いつけた弟子は大きな銅鉢に 何かの薬をいっぱい持って、布巾を添えて持ってきた。孫将軍は両手を出して、鉢をきちんと受け取った。パー先生は片袖まくり、布巾に薬をいっぱい浸し、かぶとの上からザブザブかけて、両手でそれをゆすぶるとかぶとはすぐに、 すぱりととれた。弟子がもひとり、もひとつ別の胴鉢へ、別の薬を持ってきた。そこでリンパー先生は、別の薬でジャブジャブ洗う。雫はまるで真っ黒だ。孫将軍は心配そうに、うつむいたまま聞いている。 どうかね馬は大丈夫かねもうじきです。と、パー先生は、続けてジャブジャブ洗っている。雫がだんだん茶色になって、それから薄い黄色になった。それからとうとうもう色もなく、孫将軍の白髪は、熊より白く輝いた。 そこでリンパー先生は、ふきんをすてて両手を洗い、弟子は頭と顔を拭く。将軍はぶるっと身震いして、馬にきちんと起き上がる。どうですせいせいしたでしょうところで、百と百とを足すと、 答えはいくらになりますかもちろんそれは200だろうそんなら200と200と足せばさよう400に違いない10の2倍はどれだけですか それはもちろん二十じゃなさっきのことはわすれたふうで孫将軍はケロリというすっかりおなおりなりましたつまりあたまのめがふさがっていちわりいけなかったのですな。 いやいや、わしは感情などの、十や二十はどうでもいいんじゃ。それは三子がやるでのう。わしはさっそくこの馬と、わしを離してもらいたいんじゃ。なるほど、それはあなたの足を、あなたの服と引き離すのは、すぐわたくしにできるです。いや、 もう離れているはずです。けれどもズボンが蔵につき、蔵がまた馬についたのを話すというのは別ですな。それは隣で私の弟がやっていますから、そっちへおいでいただきます。それに一体この馬もひどい病気にかかっています。 そんならわしの顔から生えたこのもじゃもじゃはどうじゃろうそちらもやっぱり向こうです。とにかくひとつ隣の方へ弟子をおともに出しましょう。それではそっちへ行くとしよう。ではさようなら。 さっきの白い着物を着けた娘が馬の右耳に息を一つ吹き込んだ馬はガバッと跳ね上がり孫将軍はにわかに背が高くなる将軍は馬の手綱を取り弟子と並んで部屋を出るそれから庭を横切って熱い土塀の前に来た 小さなくぐりが開いている。今裏門を開けさせましょう。助手はくぐりを入っていく。いいや、それには及ばない。私の馬はこれぐらい、まるでなんとも思ってやしない。 将軍は馬にきばふう馬は土塀をはねこえてとなりのりんぷう先生のけしのはたけをめちゃくちゃにふみつけながらたっていた4ばい 先生孫将軍がお医者の弟子と消しの畑を踏みつけて向こうの方へ歩いていくともうあっちからもこっちからもブルルルフーというような馬の仲間の声がするそして2人が正面の 大きな胸に入っていくともう四方から馬どもが20匹もかけてきてひめをコトコト鳴らしたり頭をブラブラしたりして将軍の馬に挨拶する向こうで林風先生は首の曲がった茶色の馬に白い薬を塗っている さっきの弟子が進んでいって、ちょっと何かをささやくと、倍のリン先生は、笑ってこっちを振り向いた。大きな鉄の胸当てを、がっしりはめていることは、ちょうどやっぱり鎧のようだ。馬に蹴られぬためらしい。将軍はすぐその前へ、 自分の馬を乗りつけた「あなたがプー先生かわしは将軍孫馬侑じゃ何分一つ頼みたい」いやそのよしを伺いましたあなたのお馬はたしか三十九ぐらいですな。 死者ご入して、そうじゃ、やっぱり三十九じゃな。はは、ただいま手術いたします。あなたは馬の上にいて、少し煙いかしれません。それをご承知くださいますか。煙？何のどうして煙ぐらい。 砂漠で風の吹く時は1分間に45以上馬を跳躍させるんじゃそれを3つも休んだらもう頭まで埋まるんじゃははーそれではやりましょうおい風習プー先生は弟子を呼ぶ 弟子はおじぎを一つして小さな壺を持ってきたプー先生は蓋を取り何か茶色な薬を出して馬のこに塗りつけたそれから風手とまた呼んだ弟子はおじぎを一つして隣の部屋へ入っていってしばらくごとごとしていたが まもなく赤い小さな餅を皿に乗っけて帰ってきた。先生はそれをつまみ上げ、しばらく指で挟んだり、においを嗅いだりしていたが、何か決心したらしく、馬にパクリと食べさせた。孫将軍はその白馬の上にいて、 待ちくくたた。びびれてあくびをしたするとにわかに白馬はガタ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 震え出しそれから体一面に汗と煙を吹き出したプー先生は怖そうに遠くへ行って眺めているガタ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 鳴りながら馬は煙を続けて吹いた そのまた煙がむやみに辛い。孫将軍も初めは我慢していたがとうとう両手を目に当ててご本ご本とせきをした。そのうちだんだん煙は消えて今度は汗が滝よりひどく流れ出す。プー先生は近くへ寄った。 両手をちょっと蔵に当て、二つばかり揺すぶった。たちまち蔵はスパリと離れ、弾みを食った将軍は床にストンと落とされた。ところがさすが将軍だ。いつかきちんと立っている。おまけに蔵と将軍ももうすっかりと離れていて、 将軍は曲がった両足を両手でパシャパシャ叩いたし、馬はにわかに2がなくなって、さも見当がつかないらしく、背中をゆらゆら揺すぶった。すると林風先生は、今度は馬のほうきのような尻尾を持って、いきなりぐっと引っ張った。 すると何やら真っ白な尾の形した塊がごとりと床に転がり落ちた。馬はいかにも軽そうに今は全く毛だけになった尻尾をふさふさふっている。弟子が三人集まって馬の体をすっかり拭いた。 もういいだろう、歩いてごらん。馬は静かに歩き出す。あんなにギチギチきしんだ膝が、今ではすっかり鳴らなくなった。プー先生は手を挙げて、馬をこっちへ呼び戻し、おじぎを一つ将軍にした。 いや、射し,しますじゃそれではこれで。将軍は急いで馬に鞍を置きひらりとそれにまたがればそこらあたりの病気の馬はひんひん別れの挨拶をする。孫将軍は部屋を出て塀をひらりと飛び越えて 隣の林保先生の菊の畑に飛び込んだ。